1月17日の調整で効果時間が 7.1 カウントから 7.9 カウントに調整された篠原健元を紹介。計略をシンプルに言えば、指揮後の確認0時3消費で武力プラス7速度プラス100日に突撃ダメ長所、武力9気合持ちでその戦闘に強いのも長所、指揮力超絶を上回る火力で殲滅力が高く来る相手を撃破しやすいから、いかに序盤を最小限で耐えるかが大事そう。またゲージ消費宮と突撃ダメ上昇はなくなるけど、武力プラス5速度プラス80です。最低限の性能があるからどうしてもという局面ではなくはない。覚えておいてもいいかも。相手の指揮力計略と操作できる指揮後の確認といえば、初代三国志大戦を知るプレイヤーには強さがわかりやすいはず。我が前を磨け。まだ何もなしていない。これは俺の望む死ではない。撃て行け。私を侮ると死ぬことになりますよ。清和源氏の名にかけて悪鬼羅刹を殲滅する。まだ何もなしていない。行け。尻から出て直の位置を目安に牙を止めるのを呼んで、少し前に出た位置を取ると迎撃を取れることもあるから、距離に余裕のあるときはこの動きはやり時の場面も。流派磨く発動。三の肩。今世の赤を狙え。覚悟は決まった。力が出ねえ。これは俺の望み次第。俺としたことが爪が甘かったか。復讐の時。流派発動。一の肩。攻め抜きじゃ。流派発動。一の肩。ここはお相手に指揮を吐かせたい。お手本見せてあげますよ。
気高き武士よ、今こそ立ち上がる時ぞ。全機解放。俺としたことが。行け。意味わかりません。行け。撃て。行け。天からの迎えか。まだ何も成していない。平和源氏の名にかけて悪鬼羅刹を殲滅する。さあ今世の赤を狙え。ルプリーズだ諸君。気高き武士よ、今こそ立ち上がる時ぞ。俺様は無敵です。流派発動。身の肩パトロワ。回り回るロンドを聞け。まだまだです。おいは人の道を行く。今回は2試合やるよ。見せてみろ。見とれている場合ではないぞ。今だ。撃て。おれ。まだ飲んでいたかったんだが。撃つよ。今だ。なあ、って動けん。まだ何も成していない。俺の策は一味違うぜ。撃つよ。もう飛べんか。今だ。撃て。復讐の時。今だ。この月見切った人いませんから。天からの迎えか。撃つよ。全身。おれ。行け。おれ。おれ。回り回るロンドを聞け。Yeah.
まだまだです。我が前を磨け。撃つよ。なあ、だってて動け。今だ。もう飛べんか。行け。私を侮ると死ぬことになりますよ。流派発動三の型。まだ何もなしていない。撃て！ごめんね、守れなかった。もう飛べんか。今だ。眠くなっちまったな。天からの迎えか。行け。はあ、我が前を磨け。天気解放。ロボリアルでしょうか。まだまだ行くぜ。今だ。さあ、本世の赤を狙え。天気解放。無理。この月見切った人はいませんから。今だ。まだ何もなしていない。天からの迎えか。流派発動一の型。これさあ、今世の赤を狙え。流派発動二の型。今だ。はあ、でもない。
ごべんか。ドカンとぶちかましてやっか。今だ。ごめんね、守れなかった。流派発動。一の型。今だ。眠くなっちまったな。全身せい。まだまだです。最後は一部大将門に出すべきやったね。反省点。ご視聴ありがとうございました。